マリオヒッテンは、スウェーデン生まれの元レーシングドライバーで、主にスイスのライセンスで、レースに出場した。彼は1985年のルマン24時間レースに出場し、5位で完走した。彼は現在、スポーツプロモーター及びスポンサーシップスペシャリストとして活躍している。彼は5つの言語を話すことができる。1984年のイギリス F3。 シルバストーン戦で優勝した際の筆点。筆点は1980年から1992年までの10年以上に渡るキャリアの中で主にフォーミュラ3とフォーミュラ3000でレースをした。彼は全部で75レースに出場し、1勝し、8回の表彰台を獲得した。 彼は1985年のルマン24時間レースでポルシェ956バイトをドライブしてこいでフィニッシュした。ハイテンは1993年にレースを引退しスポーツメディアとスポンサーシップに移った。彼はテレビで放映されるスポーツイベント用のカメラシステムを製造するキャプティマックススポーツメディアの現在の CEO であり持続可能性コミュニケーション企業であるプラネタラブを 運営している。彼は現在新しいフォーマットのグライダー世界選手権であるスカイレースワールドカップに取り組んでいる。ありがとうございます。